古関健は平成2年、フィリピンで日本人とフィリピン人の両親のもとに生まれ、幼少の頃は貧しい暮らしをしていたが、8歳の時に日本へ帰国すると、東京都あきる野市の小学校に通い、中学の時に東京都福生市に引っ越した。平成26年頃には、住吉会13代目公平一家参加、堺組の組員となり、その後、クラブでラッパー、OJ に出会い、仲良くなると、OJ に誘われ、ラップを始めるようになった。令和元年、OJ にスタジオに連れて行かれ、設備を見てやる気になり、ラッパーになることを決意した。同年12月、OJ とコラボ曲をリリースし、ラッパーとしては遅咲きのデビューを果たした。この時、古関はケニー G の名前で覆面をかぶったりして、顔の一部を隠すスタイルで活動し、ミュージックビデオでも顔の一部にモザイクがかかるなど、素顔を晒せない現役アウトローラッパーとして注目された。令和2年6月、アルバムをリリースすると、1年足らずと短い期間で、iTunes のチャートでトップ50にランクインした。さらに、令和3年2月には、人気のラップグループ、なめだるまとの楽曲を発表し、YouTube での再生回数が800万回を超えるなど、話題を集めた。しかし、同年7月7日、自宅で覚醒剤 0.9G と、乾燥大麻 1.6G を所持していたとして、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反容疑で、現行犯逮捕され、同月27日、覚醒剤を使用したとして、再逮捕された。同月28日、古関は、堺組を背景に、薬物の売買や、4つの特殊詐欺グループのリーダー役も務めていたとみられ、この事件の関係先として、警視庁は、堺組の組事務所を家宅捜索した。令和4年2月4日、古関健は、東京都福生市内で、乗車中のタクシーの中で運転手に詰め寄り、車内のアクリル板を損壊したとして、現行犯逮捕された。同年4月3日には、東京都福生市の路上で、行動を注意された男性に、俺のことを知っているか、と尋ねたところ、知らない、と答えられたことで、突然殴り出し、全治約6週間の重傷を負わせ、同年7月26日に逮捕された。